はい、どうも皆さんこんにちは。ビオチキチャンネルウープ主のフィオタです。さあ今回もレミリアいじり水浴のピースやっていきたいと思います。前回、無双封印を覚えさせましたね。自分が食らった技の名前くらい覚えておけよという。だいたいね、負けた時の屈辱とかってありますよね。うわー、もうあいつのあの技でやられたみたいなね。この人負けたことしか覚えてなかったですからね。もう誰に、顔は覚えてるけどどんな名前のどんな技にやられたかわかんねえよー。じゃあもうなんで負けたことはこいつ覚えてんだよっていうね。そういう感じでしたよね。もうむしろ勝ったか負けたかすらも忘れたら面白いのに。あのいきなり霊夢と会った瞬間に初めましてとか言い始めたらもう笑うのにね。こうすごいなんかかしこまった態度でやってね、もうなんか言ってたら面白いんだけどねみたいなことを、実況終わった後に思ってました。はい、今回も会話していきましょう。そういえばタンスにしまっていた水が虫に食われて穴開いちゃってたわね。それは合体させる、いや合体させてもダメだよ。水虫がタンス食われてたらダメだしな。タンスにしまってた水が虫に食われて穴が開いちゃってた。水虫じゃないですか。いや違うけどもね。うん、水虫って足にいるやつですからね。サンダルとかやるときにはね、まあいいんですけれども、まあ適度なね、足をちゃんと洗うこととね、あと乾燥をね大事にしましょう。ずっとね蒸れた靴の中とかで、やっておくと菌が繁殖しちゃうのでね。はい、あれ結構お気に入りだったんだけど、お気に入りの水ってなんだよ。何、なんか天然のなんかあるじゃないですか、アルプスの麓から取ったみたいな、そんな感じ。ミネラルウォーター、どんな感じなんだろう。新しいのを買わないといけないわ。水くらい買えるって。どうせ新しいのを買うなら他のも新調しておきたいわね。新しい水が他にもあるんすか。必要そうなものをリストアップしておかないと。なんだろう、水は新しいのを買うとして、まあそうですよね。まあ災害時とかに水は必要ですからね。替えの新聞紙が3つくらい必要ね。何に使うんですか。何に使うんですか本当に何に使うの。あとは外出用にメイド服も買っておかないと。それはいいと思うよ。主がメイド服買うっていうのもびっくりするけどね。何、なんか館の主が出てきたぞーって思って、館の主がすごい貫禄を見せながら、ようこそ我が館へ、かっこメイド服着用みたいなね。もうなんか完全にお前は主人じゃねえだろみたいな。いやそんな態度されてもね、服装見ればあなたが従者ってことは分かりますからみたいなことを自信満々に言う主人公に対して、いやマジで私は主人ねえ、あなたには悪いけどここの館の主だから、ただのねコスプレ趣味ですからみたいなね。考え出すとキリがないわ。そうですね、なんで衣服のところに僕は水とかね新聞紙とかを突っ込んだのかっていう謎のこともありますからね。とりあえず屋台に行けば全部揃ってるかしら。まあ揃ってるのかもしんないよね。たまに移動の服売りとかもねあることも最近全く見ないけどね。私の記憶が正しいなら1週間後ぐらいに何かの日があったと思うんだけど。何かの日があった、何かの日があったってなんだよ。もうちょい何かしらのさ情報をくださいよ。つかなんで全部忘れてるくせに日付感覚とかそういうものだけはちゃんとしてんだよ。思い出せない。思い出さなくていいです。1週間後ってどんな日だったのかしら。8月30日だよね。8月30日って夏休みの最終日じゃないあれ西向く侍だから、あーでも8月31日あんのか。じゃあこれじゃ違うじゃん。お客様感謝デーでいいか。感謝デー、はい、お客様感謝デーでございます。20日30日 5% オフみたいなね。もうノリと勢いで実況してる感のすごいことね。アドリブ力が試されるぜ。お客様感謝デーでいいよね。実際リアルな日付だったらね
1週間後お客様感謝デーだし。そうだわ、お客様感謝デーよ。そうだよ。うん、お客様感謝デーっていうのはね、闇なんだよ。うん、お客が多くなるし、お客さん邪魔だし、お客が増えればね、増えるほどにクレーマーも増えるのです。はいね、お客様は神様だろって言ってくるね、お客さんがいますよ。もうあんたはクレーマーだ、客とは違えとか思いながら聞いてますよ。せっかく節目だし、館でパーティーを開きたいわね。節目なんだ。ダンスとかも呼んであげましょう。おーおーおお。あんたさっき服しまってたじゃん。え、何？さっき水しまってたタンスに向かって、あんたもパーティー来ますかって。はった押されるよね。そっつか。え、何？タンスの中に水しまってたって言ってるけど、それただタンスさんが飲んだ水なんじゃねえの、それ。虫に食われたっていうのは、ただね、虫をちょっと普通にさ、深呼吸とかしてたらスポッて入っちゃって、あーってなってるだけなんじゃないの。ひど。何日か前に部屋を掃除していた時のことよ。ほいほい。数年ぶりにタンスを動かし、タンス。お前何数年間ずっと部屋にいんだよ。完全になくしたと思ってた台風がそこに落ちてた。南郷ですかね。何、台風なくすなよ。え、何？ただいま発生いたしました。台風25号がどこかに消え去ったようです。どこに落ちたのでしょうかね、どこに落ちちゃったんでしょうかねって思ってね。なんか数年前に消えた台風25号が突然現れましたみたいな。ビビるよね。台風いきなりさ、なんか高魔館のあたりで台風20号が消えました。幻想郷にはこんな不思議なことがあるんですねみたいなことをね、数年前に語ってたと思ったら、いきなり数年後にブワッと出てきて、うわーみたいな。今のノリどちらかというとあれだよね、今の実況のやつ、一体どういうことなのでしょうかっていう、あれもうなんか足首をくじきましたのノリで言ってるけども、もうね、そんな感じでいいんだよ、適当で。もうホコリまみれだったけど、一応綺麗にして何とか使えないか検討してみるところよ。ホコリまみれの台風は汚い。掃除はこまめにしないとダメね。そうだね。もう何がなんだか。あと一緒にガムテープも出てきたの。たまにありますよね。僕もあるよ。なんかね、別になくしたわけではないんだよ。なんか、ガムテープを使おうと思ってたら、机の裏とかに入っちゃって、見えるけど取れないみたいなね。そういう状況になって、で、タンス動かすからついでに取ろうぜみたいなね。タンスじゃねえわ、机動かすからついでに取っておこうぜみたいな感じでね。やるときたまにある。もう完全に干からびてたわ。時々、部屋が臭いと思ったら、これが腐った匂いだったのね。うわ、ガムテープ腐ってたのかよ。やば、それは。多分ラムネを部屋に招待した時落としてそのままにしてたんだわ。後で文句言ってきてやる。いやいやいや、部屋に招待してガムテを出すなよ。悲しいな、それは。部屋に招待して、もうなんかいきなり、あ、ガムテあるよみたいな。食べる？みたいなね。いらねえってなるよね。では、まあ最後かな。では、この前ちょっとした怪我をした時、絆創膏を貼ったんだけど。はいはい。ここまでは正常だ。いやまあ、妖怪の治癒力ならすぐに治るんだけど、一応ね。まあ、絆創膏っていうのはね、怪我を治す目的じゃないですからね、あれ。絆創膏っていうのは、怪我を治すんじゃなくて、まあ、いわゆるかさぶたの役割をするものであって、治癒力を上げるというよりかは、なんだろう、遅くしないためにあるって感じだよね。細菌とかが入って怪我の治りが遅くなったりすることを防ぐ、またはね、一応産むことを防いだりすることもね、ありますよね。あの産むやつってね、白血球とかの死骸ですから、まあそういうのをね、余計な細菌が入ることを防ぐことに、まあ重点を置いてるものなので、まあそんなにね、絆創膏を貼ったから治癒力がうんぬんはないと思う。絆創膏って治すためのものじゃない。そうなんだよ。そう、傷口を保護したりするのが主な目的だし、もし中足品や消毒を促したいなら軟膏とか塗って貼るべきね。まあそういう感じですよね。あとはね、まあちゃんと治癒力を上げるみたいな感じのことが書いてある絆創膏もね、たまに
まあ最近はね、技術が進んで出てきておりますので、まあそれならそれでね、やればいいんじゃないかなと思います。そう考えると、ただ貼るだけじゃ治らない割に、とりあえず貼るって場面が多いわよね。僕昔、絆創膏とかない時なんか適当にセロハンテープとか貼ってましたけどもね。うん、あれはダメですね。うん。でもガムテープは結構良かった。布テープでしたけど。これは、うつによく効く特効薬ですって言っておいて、ただの扇風機を患者に飲ませると本当にうつが治る場合があるわ。ちげえよ、うつじゃねえんだよ。世の中にはもうこんなにやべえやつがいるんだみたいなことを思いながらね、うつを通り越してもうなんか、うん、なんだろう。もうこの世なんてクソくらいだぜみたいな感じになって、もう、なんだろう。うつを通り越したうつみたいな、それもうつだな。なんだろう。いや、でもびっくりするよね。いきなり、これはうつが治る特効薬なんです。さあ、これを飲みなさい。ドーンつってね。扇風機ドンと置いて、さあ、飲むんだよ、これを、みたいな。患者もビビるよね。あの、うつ病だから多分、ちょっと、最近、知り合いとかから、うつなんじゃないかって言われてて、って言われた瞬間、扇風機ドーンって置いてね、これを飲めば解決だぜ、みたいな。みたいなね。はい。はい。飲んで、みたいなことをやって、ごくりって飲んで、死ぬよね。飲めるわけねえけども、分解して飲ませても死ぬよね。プラシーボ効果で思い込みっていうのはまあ大事なんですよね。まあだから、ね、皆さん、気を強く持ちましょう。竹串とかにはとりあえず絆創膏を貼っておくといいかもしれないが、まあ手が汚れなくなりますよね。じゃあ今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあなんか最近レミリアさんの言ってることがね、一辺倒になってきてる気がするので、なんか埃をまとった台風とかもこの前なんかワード的に聞いた気がするのでね、ちゃんと言葉増やしていかないとね、まあなんか一辺倒なことになってきそうな気配がするので、次回はちゃんとね、言葉を覚えさせていこうかなと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。